ノートパソコン買っちゃった、買っちゃった、買っちゃった。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。ドゥーンドゥーンドゥーン、見えねえ、全然ピントが合わねえぞ。これこいつ半透明だからなかなかピントが合わねえな、なかなかピントが合わない。何この時間、びっくりした。えいや違うんですよ、じゃあ聞いて、ノートパソコン買っちゃったんですよ。もうこの金がね、もうこれやばいぞという話なんですけど、今回はね、ノートパソコンを購入する言い訳がものすごくたくさんありすぎて買わざるを得なかったっていう話なんですよ。ということでさ、買ってきたからちょっとみんなでさ、買ってきたやつ一緒に開けてみようよ、ね、今日は別にだからこういうノートパソコン選びしたらいいよみたいな、そんなね堅苦しい話ごめんできない。もうほぼほぼ勢いで買ってきたからね。いや、ね、買う言い訳は山ほどあるよ。まず増税前だ、増税この野郎お前増税この野郎、なんだ増税、お前これが増税だとしよう、これが増税という存在だとしよう、概念としてこれが増税だとしよう、お前増税こうだ、お前なんかこうだ、こうしてこうしてこうだ、増税ね、増税する前に高い買い物さ、やっぱりしちゃった方がいいよね。だってさ、仮に10万円買ってだよ、10万円買って10万円がね 10% だよ、10万1000円だよ、10万8000円、2000円しか違わねえな。そんなに、そんなにあれだったか、そうじゃねえし、2000円をなめるなよ2000円をなめるなよ、すごいいろいろ買えちゃうよねとかっていう話、増税もそうだし、あとね、最近ちょっと出張が多い、1泊とかもそうだし、今度4泊か5泊ぐらいの出張もあったりして、で大体旅行行ったり動画作れない時はあらかじめ動画をあらかじめ撮って作っておくんですよ。もう用意しておいて、僕が何もあっけらかんと違うことやってても動画は日々出るようにしておくんですけれども、出先で編集できるだけずいぶん楽になる。だからもう前々から欲しかった、欲しかったんですよ僕は欲しかったんですよね。で増税もあるし買うかっていうことで、でもそれだけじゃなんか決定打にならなかったんですよ。決定打にならねえな、我慢しよう思ってたんだけど、その最近僕なんか体調がすっこぶる悪くて、体いろんなとこガタきてて、もう病院病院病院ですよ。で今日ちょうど今日買ってくるちょっと前に健康診断やってきて、胃カメラ飲んだんですよ、胃カメラ、口から。これがね、もう俺鼻からはやったことあるんだよ、胃カメラ、鼻からはね。あ、これ同じような動画、同じ鼻すべがなんかでね、多分似たような動画出すと思うこと話してる、ね、この動画よりも後に出ると思うんだけど気にしないで聞いてください、ね、胃カメラは鼻からやったことがあるんだけど、口からはやったことがなくってさ、口からだったんだよ今回ね、いろいろあってね、口からうるとかなりながらやってさ、もう辛かった辛かった。したら先生がさ、あ、ポリープがありますねとか言われてさ、ポリープって何なのと思って、先生とか言いながらよだれだらーなってた、先生ポリープってとか言って、こんなちっちゃいから別に悪さしないよって言われて、胃は綺麗だねとか言われてさ胃の写真記念にもらって帰ってきたさ、見る、みんなで見る見ねえか、そう俺の胃の写真見ないよね俺の内臓を見るんじゃねえよとか言いながら、もうこれはもうご褒美だとご褒美だと思って、胃カメラ飲む時の喉の麻酔も切れない状態で、もうパソコン屋さんスパーンってパーンですよ、もうのれんパーンくぐって、パソコンちょうだいみたいな感じで、もうゲラゲラとか言って、なぜか桃井香織でパソコン屋に入っていく俺、桃井香織入店したからね、ゲラゲラすぐ持ち帰れるパソコンないの、もう桃井香織ですみたいな感じで入店してるから、パソコン屋のお兄さんもびっくりや、桃井香織来たのみたいな、ね、そんな感じでも全然見た目違うけどみたいな感じで、かなり混乱させてしまう、ね、まあ、どこのパソコン屋に行ったとか言えませんよね、D パラです、D パラ。そこまで言ったら分かるか。いや、ていうかパソコン見たらもう分かっちゃうか。ね、ドスパラさんですよ。ね、僕は以前のパソコンもドスパラで買うたんですよ。それが、ね、すこぶる好調だか。ということで、一回購入したところでもう一度買うよ、人は。人というものは。ね。ということで、パソコンの、ニューパソコン買ってきたから開けよう。ハサミが必要じゃねえか。ちょっと待ってけねと。な。開けっぞ、はい。そうそう、これね、ハサミ持ってきて、これね、ハサミでこう
ニュニュニュ、これカットインしてなくね、これびっくりだよね。やると思った人でもね、正直ね、ごめんチャーチル、こんなことに付き合わせて。あなたはここでびっくりしててください、なんなら今から精密機器を開けるんで、おとなしくしててほしいよ。さあ、いや開けようさあ開けよう。いやもうこれですよ、もうね、嬉しくて嬉しくて嬉しくて、まあ言ってもだからあれなんですよ、動画編集できるパソコンがいいなと思ってたんですよ。だから今回なんかゲーミングなんちゃら的な感じではないんだけどっていうつもりで行ったんだけど、結局さ、ドスパラとかに行けば最終的にその動画編集に都合のいいパソコンっつうのは大体ゲーミングなんとかになってくるんですね。なのでゲームと性能としてもまあそこ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 、いやもちろんそんな最上級じゃないよ、そんなさ、その一流 YouTuber じゃねえんだからさ、パソコン買ってきました100万ですドン、 MacBook Air ドン、バカできねえから、俺そんなのできねえんだよ。いくらだっけ、いろいろ込んで17万ぐらいですそれぐらいです。いやでも俺にしたらすげえ奮発でね、もう今月も納豆だわマジで、今月も納豆ね。何が Mac、 何が100万の MacBook だよ、 Mac って俺 Mac 鈴木しか知らねえよ本当にさ、ね、俺はこれでいいんだよバカ野郎バカ野郎、クソなんだよクソ、大物 YouTuber 全員一回捻挫しろちくしょう何の嫉妬話なのこれ。さあ開けていこう、よいしょ、いやいやいや嫉妬なんかねえよマジ、今俺テンションダダ上がりだからね、もうね、この今日のこの動画、このノートパソコンを使って練習がてら編集するつもりとかって考えたら楽しくてしゃあねえわ今。いやそんなわけで、では開けていきたいと思います。新しいノートパソコン開けます、開けます、チラチラチラ、あどうやって開けるのこれ、どうやって開けるの、こういう感じのやつさ、あーここ見て、ここ見て、見てみんな一番テンション上がる、ここですよ。風俗行ったらカーテン開ける開けないのギリギリのとこ、バカ子供も見てるでしょこのチャンネルって、絶対見てねえからこのチャンネルは、子供はさ、みんな大人だよ、若い子が見ててもそれはその子はもう精神年齢すごい大人だよねっていうことで、あーはい出てきた出てきた、山親父だこれ、やっぱ俺さっきからさ、ほとんどの人に通じない話をガンガンしていく、よいしょ、これなんだ、バッテリーっていうかあれだ、 AC アダプターだよねとかだよね、こっち開けようよこっち開けようよ、あーよいしょ、いやーちょっとごめん、もう今俺さ、新しい動画のネタちょっと考えついちゃったよこれね、一見悪徳に見えて発泡スチロールをかぶってるだけの男っていう動画作れそうな気がしてるんだけど、思ったよりサイズが小さかったからダメだこれね、サンシャインみたいな、サンシャイン筋肉マンに出てきたさ、ね、ということでああひっくり返ってる、こっちだよね、こうだよ、それでいきます、ガレリアさんで買ってきたノートパソコン、真っ黒でシンプルで、なんかそこがええかな思ってこうできましたね。え待って、今日の動画ってもうこれ見せたらこれでもう終わりじゃねまさかの、まさかなんだけどこれでもう終わっちゃうよね。あーでもね、やっぱゲーミング的なところもあるんで光るんだわ、ちょっとね電源入れますわ、ちょっと待ってて。こんにちは、コルタナと申します。よろしく、コルタナ。これから PC の設定に必要なサインインやはい、というわけで、セットアップできて、まあ、セットアップって言ったらね、まあ、すぐできるんだけれども、使用できるようになりました。どうですかこんな感じでね、いや別に光んなくてもいいんだけどね光んなくてもいいんだけど、まあ、光っちゃってるもんは仕方ないよねというところなんですけれども、でパソコンなんだけども、まあ、どんな性能のものかっていうとね、一応まあ大まかなところだけ、お話ししていこうか。 CPU ですね、CPU はインテル Core i7-9750H ですね、6コア12スレッドということで、なんだろう、俺がメインで使ってるパソコンよりもいい CPU なんだわこれ俗に言う第9世代っていうやつなんでしょうかね。もうすぐで第10世代が多分出るのかな、インテルさんのツイッターのつぶやきとか見てる限り第10世代の話とか結構触れ始めてきているので、
多分出てくるんだろうねというところだとは思うんですけれども、僕がメインで使ってるパソコンは第8世代なんでね、それよりもちょっとね、いい CPU ですねと。で、CPU はね、結構その動画の処理って結構その編集とかってやっぱり重たい作業だったりするんですよ。動画を書き出すエンコードとかもそうなんだけれども、この辺はね CPU かなり大きな性能を出してくれるかなと。でグラフィック性能がですね NVIDIA の GeForce GTX1660Ti ですね。これはね、グラフィックに関しては僕が家で使ってるデスクトップの方がちょっといいのかな。グラボの性能の比べとかっていろいろありすぎて結構難しいところがあるよね。なんかとある会社のホームページみたいなところを見ると多分そうなのかなっていう感じがしてますね。でハードディスクはね、SSD が 512GB で、HDD はなしです。 HDD なしかなしか、いやまあいいんですよ、なしでもいいんです。基本的にデータの動画の、素材になるデータはこっちにつけたり、デスクトップの方につけたり、行ったり来たりすると思うので、外付けのね、なんかドライブにつけたりするかなと、やり取りするかなというような形になっております。で、光学ドライブもなし。ないのかい？光学ドライブ、まあ、いらないか、いらないよね。使うこと、まあ、ないだろうねっていうところですね。で、メモリが 16GB ということで、まあ、メモリもね、僕が今デスクトップで使ってるのと一緒。まあ、デスクトップの方そろそろちょっと拡張してもいいかなって、メモリもっと足してもいいかなって、ちょっと思ってたぐらいだったりするのですけれども、それと一緒なんで、まあ、基本的にはだから、まあ、同じぐらいかな。まあ、CPU の性能はこっちの方が上だよといったところでね、結構いい感じになっているぜというところです。なんか、あれかな、せっかくだから、なんかちょっとゲームパラパラってやってみようか。ゲームパラっとね、ゲームやって、いやこれね確かね結構ね、これそうディスプレイがね非光沢でリフレッシュレートが 144Hz なんだね。ぬるぬる動くかと思われますので、なんだろう、 Apex でも落としてやってみようかな。ぬるぬるやな。ぬるぬるやな。ぬるぬるですわ。ぬるぬる。これはすごいな。必要なものをインストールしたりなんだかんだしてたりしてたら夜になりましたね。疲れたんで今日はちょっと僕はもう寝ます。ちょっと一旦横になりますっていうような感じでございますけれどもね、まあ、ちょっと胃カメラ飲んで体力使っちゃったからさ、今日午前中でね、この後作業できるかって言われたらかなり怪しいところもあるけれども、皆さん増税前にパソコン買おうぜ。いや、パソコンは別に買わなくていいけど、ね。増税前になんかちょっと買いたいなって思うものが皆さんもあると思うんです。ぜひね、増税前に購入を考えているものありましたら、コメント欄に書き込んでください。あ、みんなこんなものを必要としてるんだな、みたいな。いろいろ分かると楽しいじゃないですか。ね、俺まだ欲しいものあるさ。そっちも高えんだよな。それも買っちゃったらまた動画にします。ね、というわけで今日はこれだけの動画でした。ご収益ありがとうございました。でかい買い物したってテンション上がるよね。上がるよね。だけど俺は寝ます。じゃあ一旦横にやります。おやすみー。